りお腹に悩んでる、足痩せしない、便秘がひどいって方、今お腹を触ってみてください。お腹を触ってみてちょっと冷えてるなって思った方、それはですね、腸腰筋が凝り固まってるかもしれないです。腸腰筋はですね、足とお腹をつなぐインナーマッスルです。腸腰筋が固まってると痩せづらくなってしまいます。今日はですね、寝る前に簡単にベッドでできる腸腰筋をほぐすストレッチ、一緒にやっていきましょう。便秘にもものすごく効くので内臓も綺麗になります。もしかしたらですね、ストレッチの途中でトイレ行きたくなってしまうかもしれないんですけど、気をつけてください。めちゃくちゃ痩せ体質になるストレッチになるので、一緒に頑張っていきましょう。はい、まずはですね、うつ伏せになります。この腸腰筋ってこの辺なんですけど、この骨盤の横あたりですね、手をグーにして押しつぶします。そしたらですね、足をですね、トン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 とやっていきます。いきますよ、30秒です。よいしょ。完全にね、上半身は脱力してください。体の重さで、このね、拳を潰すイメージです。よいしょ、トントントン。で、これ速さは関係ないです。で、必ずストレッチ中意識してほしいのは、呼吸はしっかりしてください。ふーっと呼吸を吐きながら、吐く方が大事です。基本的に厳しいことは言わないんですけれど、呼吸だけ絶対に意識してください。よいしょ、 OK、 素晴らしい。次はですね、また拳をグーにした状態でお腹の上でこうちょっと移動しながら足を横にパタパタしていきます。難しいと思います。いきます、30秒です。拳をできる限り動かす。で、腸をイメージしましょう。これね、めちゃくちゃ便秘に効きますよ。この動きだけでもね、ちょっと今日はあれが出ないなっていう日はやってほしいです。よいしょ。ちょっと、ね、手と足を同時に動かすってめっちゃ難しいと思うんですけど、まあ、ちょっと脳トレにもなると思って。よいしょ。うまくできなくてもね、大丈夫ですからね。もうやってることが本当に素晴らしいです。皆さん、頑張って。OK! 次はですね、また骨盤の横に拳入れていきます。入れたらですね、足90度に曲げて、上に上げていきます。で、この時ですね、上げすぎないでください。そうするとね、腰痛めてしまいます。お尻の筋肉、裏もも使ってあげていきましょう。いきます。30秒です。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、お尻から上がる感じ。あんまり無理はしないでくださいね。ちょっとでも膝が上がれば OK です。よいしょ。ただ、これね、もしかしたらヨガマットとかで薄いところだったら痛い人いるかもしれません。ベッドでやるのはすごくおすすめです。まあ、もちろんヨガマットでも大丈夫ですよ。よいしょ。どうですかね、私はもうなんかもうすでに腸がゴロゴロ動いてる感じめっちゃしてきました。皆さんどうですか ?OK。はい、次こっちの手を入れます。骨盤でいきます。30秒です。よいしょ。ちょっとね、しんどい人は休み休みやってくださいね。無理はしないでくださいね。よいしょ、お尻、裏もも使って、上に上げていきます。上半身だらんで大丈夫ですよ。どうですかね、便秘に悩んでる人ってどれぐらいありますか？私結構ね、便秘はもう子供の頃からずっと悩みでいろんなことを試してきました。結構ね、いろんな知識があるので、もし、ご要望があれば、動画にしてみたいと思います。 OK。 はい、そしたらですね、次はもう手はつかなくて大丈夫です。足を軽くパタ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 させていってください。30秒です。で、呼吸しっかり吐いてください。どうですか皆さん、ペースついてきてますか？ちょっとね、早いなって人もいると思うし、逆にね、もっと早くやってほしいなとかいろいろいると思うんですけど、 YouTube にはね、再生速度を変える、機能がついてるのでね、もしよかったらそちら駆使したりね、一時停止したりとか、してみてください。自分のペースで、ね、大丈夫ですから、同じようにね、合わせようとか思わなくても大丈夫です。できない分は本当に伸びしろですから、皆さんまだまだ痩せる伸びしろがあるということです。OK。 はい、そしたら次仰向けになります。仰向けだったらですね、足を肩幅ぐらいに開いたらパタパタ動かしていきます。30秒です。これ速さ関係ないですよ。よいしょ。膝が床についたら理想なんですけど、全然ね、硬い人つかなくても大丈夫ですからね。ほんと何度もでも言いますけど、もうやってることが偉いですから、今やってる自分を褒めてあげてください。本当に比べる必要はありません。よいしょ、パタパタ。そうです、そうです、いいですね、素晴らしい。頑張ってください。よいしょ。よいしょ。吐いて、OK。 はい、そしたら次はね、この骨盤の横ですね、この辺、ここ腸腰筋ですね、この辺を両手を使ってちょっと押します。そしてちょっとグリグリしますよ。しながら足を引いて伸ばす、引いて伸ばす、これやっていきますよ。ちょっとね、難しいですけど30秒頑張りましょう。まず30秒です。よいしょ。呼吸
息吐きながら、もうね呼吸しながら手を動かして足を伸ばすって、ちょっとねうわこんがらがっちゃうと思うんですけど、皆さんゆっくりね自分のペースでやってください。もしですね、もう足も動かすのよくわかんないって方がいたら、もうこれだけでも手の動きだけでも大丈夫です。よいしょ、呼吸しっかりして、よいしょ、ちょっとお腹がねゴロ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 言ってきました。オッケー、はい次こっち行きますよ。30秒です、スタート。骨盤の横あたりをほぐします。で足もできたら動かしましょう。どうですか皆さん、ついてきてますか？本当にね、動画見ながら一緒にやってる皆さんめちゃくちゃ偉いですから、マジで偉い、本当に偉いです。続かなかったらどうしようとかも絶対思わないでください。もう今やってる自分が本当に素晴らしいですから。いや、しっかり呼吸吐いて、OK。はい、そしたらですね、また足立てます。膝立てたらですね、片方の足でぐーっと膝を倒していきます。今30秒です。どうですかね、この時にね、この辺伸びてたら OK です。息吐きながらです。この時ね、腰反らさないように気をつけてください。ぐーっとね、倒します。もう硬くてできないとかね、ほんといろいろあると思いますけど、硬くてできない、体力がないとか、同じようにできないとか、もう筋力がないとか、もうこれ本当に伸びしろですからね、皆さん。ほんとに。なんかもう逆に、OK! じゃあこっち行きますよ。ぐーっと膝で倒します。30秒です。逆になんかもうめちゃくちゃスポーツしすぎてる人って、やっぱもう、なんかレベルが高いんで、なんつうかな、次のステップがとにかく見積もりが長いわけですよ。だから、これぐらいなんかできない人のことがやっぱ羨ましいと言います。なんせならやっぱこう、伸びしろが本当にすごいから。私もね、こう、ジムに通い始めの時は羨ましいってすごいトレーナーさんに言われてました。一番成長する時期だからすごい羨ましいみたいな。ねえ、まあいろんなね、見方がありますよね、本当に。まあどんな方でもね、本当にやってるだけ素晴らしいなって私は思います。はい、そしたら次はですね、足をですね、こう骨盤を動かしながら、こういう感じで足をこう動かしていきましょう。骨盤を軸に動かしていきます。30秒です。ちょっとねこれ普段しない動きだと思うのでちょっと難しいと思います。息止めないで、これ腸腰筋のストレッチもそうなんですけど、内臓めちゃくちゃ動きます。よいしょ、地味にきついですよねこれ。よいしょ、普段しないで本当動きですけど、骨盤意識して、そう、骨盤から動く。で腰はね、気をつけて。よいしょ、骨盤を動かす。そう。めっちゃ内臓使いますよ、これ。インナーマッスルめっちゃ鍛えられる。もうちょっと、頑張って。オッケー。次は両手使います。両手を使ったらですね、おへそを軸に時計回りに軽く押して、こういう感じでお腹の周りをマッサージしてあげましょう。ゆっくり押す。時計回りに、これを最後なので1分間一緒に頑張っていきましょう。よいしょ、ゆっくり、あんまりね押しすぎないで、おへその周りを軸に回していきます。どうですか皆さん、私もうお腹がぐるぐるいってます。ちょっとね撮影終わったらもうすぐにねおトイレに行きたいような感じです。本当にね、なあ、もう腸の悩みってめちゃくちゃいろいろあると思うんですけど、もし、ね、何か質問があったらコメント欄で、募集しております。以上、今日の動画は、ね、こんな辺で以上になるんですけど、まだまだやりたいなよって方がいたらですね、おすすめのストレッチを概要欄に貼っておくので、ぜひそちらもやってみてください。最近サブチャンネルとかも始めました。もしよかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とか Instagram、TikTok もやってます。以上、もうちょっとかな、3、2、1、 OK! お疲れ様でした。今回の動画がちょっとでもいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。